これ私たちもやってみないえリコの顔は私のすぐ近くまで来ていたリコちょっと私がそう言った時にはもう彼女の唇は私の唇に重なっていた <music> 幼なじみというと小さい頃からずっと一緒にいて とても微笑ましい。そういうイメージがあるだろう。はから見れば私たちも、そういう二人に見えたと思う。でも本当は、そうではない。キスをしたのは、彼女が初めてだった。最初はただの、興味本位。それ以上、それ以下でもなかった。そしてキスをしたのは、 たったその一度きり恋人になるわけでもなく曖昧な関係をずるずると引きずっていた私たちはもう気づけば高校生になっていた周りの友達は恋人ができ始め毎日がとても楽しそうだったでも私たちはいまだに自分たちの関係に 名前を付けることができないままだ。下校時間になれば、私たちはどちらからともなく、互いのクラスを覗きに来る。一緒に帰るということが、なんだか義務化しているようみたいで、本当にこれでいいのかと、不安になる。とはいえ、互いに辞めるとは、言い出せないのだ。 帰り道、大した会話もしないまま、私たちは互いの家まで歩く。私たちのことを恋人同士だと思っている人もいたようだが、こうやって歩く距離感を見れば、違うとわかるだろう。隣を歩くリコは、私の話も適当に聞いて返事を返す。私はそんな彼女との時間も、 心地はいいのだが、複雑な気持ちだった。今日も親の帰り遅くなるみたいなの。家行ってもいいでしょお互いに親は共働き、私たちは親が帰ってくるまでの間、互いの家で待つことも少なくなかった。小学校の時には放課後、学童保育に通っていたから。 互いの家に行くことはなかったのだが、中学に入ると私の家で遊ぶようになっていた。リコは中学の時は友達となじめず、私くらいしか心を許せる人がいなかったのだ。そんなリコの様子を見ていたから、私は部活をやめて、彼女の居場所になろうとした。私のために部活を、 辞めたわけじゃないよね気を使いすぎる彼女の性格だから私が部活を辞めた理由もすぐに感づいていたらしいでも私は誤魔化した本当のことを言ったら彼女は責任を感じてしまうそうわかっていたからそういうわけじゃないよ面倒だから辞めただけまあ正直言うと その理由も多少はあった。一生懸命やることはかっこ悪いし、めんどくさい。そういう年齢だったのだと思う。その頃から、私たちは放課後、家で一緒に宿題をしたり、漫画を読んだりしていた。リコがよく読んでいたのは、少女漫画だった。恋人同士って、こういうことするんだ。 彼女がにやつきながら私に見せてくるのはとても直視できないほどの猫のあるシーンだったやめろよ私のその反応が面白かったのだろうそれからも彼女は私のことをからかうようになった俺だって男だぞリコは俺だから安心しきっているのかもしれないがいつ 我慢の限界が来るかわからない。私は彼女を家に呼ぶたびに、葛藤と戦っていたのだ。中学三年生の時、ある事件が起きた。いつものように少女漫画のワンシーンを見せて、いろいろと話を振って、私の反応を楽しんでいたリコ。家に呼んだらこうなることは分かっていたし、正直、 少しずつ慣れてきたと思っていた。でもその時は、リコの様子が少し違っていたのだ。これ、私たちもやってみないえリコはとあるページを指さして、見せてくる。そしてすでにリコの顔は、私のすぐ近くまで来ていた。リコ、ちょっと。私がそう言った時には、 もう彼女の唇は私の唇に重なっていたふー、うん、こういう感じなんだ興味だけで私にキスをしたリコ未知の世界に踏み込んで満足したのだろうかまた漫画の続きを読み始めた私は彼女にキスをされたことが信じられず固まってしまった 心臓が飛び出そうなくらい大きな音を立てている。しかし彼女はまるで何事もなかったかのように普通にしているものだから余計にわからなくなる。今のは何だったんだ現実だったのか夢だったのか戸惑っている私にリコは話しかけた。それでさ、 明日の学校帰り一緒に行きたいお店があるんだけどなんで普通に話ができるのだろうリコは男とキスをするという意味を分かっていないのだろうかいやそんなはずはないよなあれだけ少女漫画を読み漁っている彼女が意味を知らないとは到底思えないじゃあ本当にただの興味本位だけで 俺とそんなことを考え始めたら、どんどん訳がわからなくなってきた。聞いてるちょっと不機嫌に、リコが私の肩をつつく。あ、ああ。私は心ここにあらず、適当な返事を返すことしか、できなかった。その日、私は一線を越えてしまった。 と思っていたのだが、リコ自身はどう思っているのか、結局わからずじまいだった。本当にキスしてみたかったという、それだけの理由だとしたら、もうこの先、こういうことはないだろうと思う。安心したような、残念なような、複雑な気持ちだった。興味だけでキスできるということは、リコは私のことなど本当に、 何とも思っていない。多分そういうことだと思う。それから中学を卒業するまで、私たちはキスをすることもなかったし、もちろんそれ以上の行為もなかった。しかし、リコは相変わらず私の家に来るし、恋人ができた様子もなかった。この関係を幼馴染と呼ぶには、やはり少しばかり違和感があった。 そしてその違和感は高校生になると、さらに強くなっていった。高校生になっても、リコは部活には入らず、すぐに帰宅していた。受験勉強もあるからね。そういう理由をつけていたのだが、なんとなく本当の理由とは違うと、わかっていた。実は高校に入った時、私はリコに聞かれたのだ。 あなたは何部に入るのと。えっと、まあ興味があるのは科学部かな。そうなの。私もじゃあ科学部にしようかな。確かリコはそんなことを言っていた。高校に入ってから少しだけ積極的になれた様子のリコ。ちょっとずつ友達を作る努力をしようとしていたのだ。 あなたとと一緒の方が何かと心強いかだ。そういう理由で私と同じ部活に入ろうとしていた莉子だったが私は結局とある事情で部活には入らなかった多分それだから莉子も部活に入るのをやめたのだと思う自分を頼ってくれていたのになんだか申し訳ない気持ちもあったが リコだけ入部しろとはとても言えなかったそれはリコの性格を知っているがゆえだ一人で新しい環境に行くのはリコには難しいだろうな高校受験も私がいるからという理由で同じところを受験したリコ私を頼っていることは分かっていたから 彼女を守らないといけないという責任感がごく自然に芽生えていたのだと思う私たちは中学の時と変わらず下校も一緒だったしかし唯一違っていたのはリコが放課後私の家に来なくなったこと実は高校に上がってからすぐに私の両親は離婚していた私は 少しでも学費の足しになればとアルバイトを始めていたのだ部活に入らなかったのもその理由だバイト先は中学の頃たまに通っていたカフェだったそしてリコとキスをした次の日学校帰りに寄った店だその店に行くたびにリコとのキスを思い出しそうだったから あまり長く通い続けるつもりはなかったのだが店のマスターがいい人で思いのほか長い付き合いになってしまったのだそして私の家庭の事情を知ったマスターは高校生の私をアルバイトで雇ってくれたのだこの辺りでは高校生のアルバイトを受け入れているところが少なかったのでとても助かったし お客さんもいい人ばかりだった。学校帰りにそのままアルバイトに向かうときはいつもリコが一緒だった。リコは決まって端の席に座り雑誌を読んだり宿題をしたりしていた。マスターも中学の頃から彼女を知っているので私のバイトが終わるまで居場所を提供してくれているというわけだった。ある日のバイト終わり 私はいつものように席に座っているリコに声をかけた。バイト終わった。お待たせ。帰るぞ。するとリコは読んでいた雑誌を閉じてニコッと微笑んだ。今日は定時ね。たまにお客さんが多い日は皿洗いなどが立て込んでリコを待たせてしまうこともある。いつもお待たせてごめんな。いいのよ。 私が勝手に待っているだけだけしそう言うと彼女は雑誌を本棚に戻したリコはこういう雑誌を読むようになったんだな少女漫画好きだった彼女はいつの間にか大人のメイクやファッションの雑誌に夢中になっていたそしていつの間にかどんどん可愛くなっていくリコのことを見ていると私は焦りをこぼえていた リコが誰かのものになってしまうんじゃないかとカフェを出てしばらく歩くと急に豪雨に見舞われてしまった私たちしばらくコンビニに避難したがなかなかやむ気配はなかった家までもう少しだし走るか家ならタオルもあるこのままだと風邪をひいてしまいそうだとりあえずここから近い 私の家に一旦避難することにした。ダッシュで家に戻り、リビングで二人、濡れた体を拭いた。俺の着替えがあるから、とりあえずこれ着とけ。私は特に何も考えず、パッと服を取ってリコの方に投げた。T シャツはリコの頭にかかり、彼女はあたふたしている。ちょっと。 まだ髪の毛が雨に濡れているせいでシャツが張りついてしまったようだ。ごめんごめん。T シャツを彼女から剥がすと彼女と目があった。あ雨に濡れた彼女の髪の毛とちょっとだけマスカラが剥がれた瞳に湧き上がる愛しい感情。二人で目を合わせたまま沈黙の時間が流れる。 彼女も私から目をそらせなくなっているようだった。このままじゃ、俺は思わず彼女にキスしそうになってしまった。お前、化粧が取れてるぞ。私は自分の下心をギリギリで止めた。な、何よ。仕方ないでしょ。すぐに直すから。リコは怒っているが、 私は安心していた。危なかった。あのまま理性を保てなかったら、私は何をしでかしていたかわからない。リコが着替えて化粧を直す間、私は飲み物やお菓子を準備して、心を落ち着けた。どうせ親が帰ってくるのは、まだ数時間先だ。きっとリコもしばらくうちにいると言い出すだろう。 しばらくすると彼女が髪を乾かしメイクを直して戻ってきた若干気まずそうにしていたのはメイクが落ちたのを見られたからか私がキスしようとしたのを察していたからなのかとりあえずもうちょっとゆっくりしていくだろう私は自分の本心を悟られるのが怖かったのでできる限りいつも通り彼女に接しようとした 返事は予想通りだったのだが心なしか元気がないように思うやっぱり俺の本心がバレていたんだろうか私にまた不安が襲ってくるさっきの化粧のこと怒ってるのかだからそれはごめんって本当はリ子がそれを気にしているというわけではないとなんとなく分かっていたのだが わざと話を違う方向に持って行こうとしたそうじゃない小さい声でそう言う彼女に私は気づかないふりをしてソファーに座らせた体冷えるから温かいココアでも飲めよう、うん、ありがとうなんだかやっぱり変な空気になったがここはテレビの力に手折ることにした私 沈黙がなくなるのはありがたかったあのさしばらく黙ってテレビを見ていた莉子だったが急に口を開いた私はあんた以外の男の家に軽い気持ちで上がり込んだりしないから何を言い出すかと思ったらどうやらテレビドラマの内容と今の状況を重ねているらしい。 気のない男の家に上がり込んだ女が痛い目に遭うというドラマ大丈夫だよお前がそんな軽い女だとは思ってねえからだからそういうことじゃないって彼女が怒っている理由をすぐには理解できなかったはどういうことだよほんとあんたって鈍感なんだから彼女は私と距離を詰める 人一人分空いていた隙間が埋まって、私たちの肩が触れた。リコその行動に驚いて、思わず彼女の方を向くと、リコは私にキスをしてきた。こういうこと。彼女は顔を赤くして、うつむいてしまった。ちなみにこれは、興味本位じゃなくて、本気のやつだから。私は、 自分に今起きたこととリコの本心を聞いてもいまいち実感が持てなかったつまりそれってもういちいち説明させないでよね彼女は膨れっ面をしてまた距離を取ってしまったごめん今度は私の方から距離を詰めてリコを優しく抱きしめた俺のことが好きってことだよな そんなはっきり聞く普通嬉しいよえ私は戸惑う彼女の頬にキスをした俺も好きだから付き合ってほしいあなたってそんなにはっきり言える人だっけリコは照れつつも私に肩を寄せたそりゃあ言っておかないとお前が誰かに取られたら困るだろう ふざけてるの私がいつも彼女をからかうからか、リコは信頼していないのだろう。ふざけてねえよ。私はその証拠に、今度は彼女に深く口づけをした。二人で目を合わせてふっと笑う。幼馴染みを卒業した日。今日が私たちの記念日だ。 最後までご視聴いただきありがとうございます。今日の朗読はいかがでしたか物語の感想などコメントをいただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。優れと比較したりなんてしないわ。あんたはあんたなんだから。落ち着いた声で囁いて、ぎゅっと抱きしめてくれたぬくもり。それまで、 全身に力が入っていたのか、嘘のように溶けていく。いらっしゃいませ。小さな町にある老舗の食堂。昔から多くの人に愛されている。内装は最近になって改装したことで綺麗になっているけれど、外観は何年も続くその店の積み上げた時間を、 物語っていた。そろそろ休憩に入っていいわよ。まかない作るから、ちょっと待ってて。店主のまこ姉ちゃんが、俺にそう告げて、厨房へと戻っていく。頭につけていたバンダナを外し、俺はそのままカウンター席に腰を下ろした。大学を卒業して、社会人になってから3年。 まさか休日にこうして近所の食堂でアルバイトするなんて思ってもいなかった経済的に厳しいとかそんな理由じゃない本当だったら無償でここの手伝いをしてもいいくらいだそんな俺に気を使ってまこ姉は時給をくれているピークは越えたし今日はこのまま終わりでもいいわよ 大皿に乗ったチャーハンを俺に差し出しながら、こ姉は言った。時間は午後2時。昼時のピークは超えていた。帰ってもすることないし、食ったら皿洗いでもしとくよ。申し訳なさそうな表情を浮かべた後、こ姉は何も言わずに、再び厨房に戻って行った。店では、 誰が見ているのかもわからないテレビ番組が流れている。顔なじみの常連客。鼻をくすぐる料理の香り。なんだかんだ言っても、ここにいる時が一番落ち着く。子供の頃からずっと、俺はこの店が大好きだったから。わざわざ週に二日しかない休みを、うちで働かなくたっていいのに。 ぼーっとテレビを流し見しながら食事をしていると自分の昼食を作って持ってきたまこ姉が隣に腰を下ろした朝の仕込みからずっと立ちっぱなしだった疲労が体に応えているのだろう腰を何度かトントンと叩きながら呆れたように俺に話しかける俺が手伝わなかったら土日の営業回らないだろう 今さら新しい人雇ったってすぐに動けるわけでもないし。正論を叩きつけられて苦笑いを浮かべる誠絵を横目で見ながら俺はチャーハンを口に書き込んだ。誠、ま、絵は優しさから俺にそう言ってくれているのは分かっている。けれど俺は何が何でも誠絵の力になりたかった。そうでもしないと そのまま彼女が壊れてしまいそうだったから。俺の働きぶりが不満なら今のうちに新しい求人でも出しときなよ。食べ終わった食器を厨房に戻すために立ち上がった俺はぶっきらぼうにそう言い残した。どうしても素直に本音を口にすることができない。自分の気持ちはもうとっくに決まっているというのに。 小さい頃から俺はこの町で生まれ育った。物心ついた時には母親と二人暮らし。貧しい暮らしながらも母親は一生懸命働いてくれた。幼馴染みの誠姉はこの定食屋の娘。五歳年上ということもあり、よく面倒を見てくれていた。誠、ま、姉と同じく 幼馴染だったのが、マコネーと同級生のすぐる兄さん。賢くて、強くて、活発で、明るい人気者。特に、近所のおばさんたちからは、顔立ちも良くて、絶大な人気を誇っていた。俺は、この二人と一緒に成長してきた。特に用事がなくても、家にいても、一人で寂しいので、 しょっちゅう食堂に来ていたし、勉強も二人に教わっていた。腹が減ったら、誠英の両親が美味しいご飯を出してくれた。親と過ごせない寂しい時間を、ここで紛らわせていたのだ。月日は流れて、俺も高校生になった。誠英は、高校を卒業してから店を手伝っているし、 すぐる兄も社会人になって毎日忙しそうだ。なんとなく二人との距離を感じ始めて二年後。二人が結婚することを知った。嬉しいような寂しいような複雑な感情が込み上げる。俺はずっと二人の弟のように可愛がってもらったはずなのに。そう感じたのはきっと。 俺が人知れず、姉に憧れから恋心を抱いていたからなのだろう。ずっと好きだったけれど、口にすることができなかった。口に出してしまって、この関係を壊してしまうのが嫌だったから。それに、俺が姉を好きだと言ったところで、子供扱いされてあしらわれるのが目に見えていた。 そうこうしているうちに、二人は愛を育んでいたんだ。すぐる兄さんは大好きな兄ちゃんだ。男らしさや腕っぷし、何一つ自分が勝てる要素が見つからない。自分の本音を飲み込んで、俺は笑顔を作ることしかできなかった。二人が結婚してから三年、とても幸せそうに見えた。 兄さんはサラリーマンの傍ら週末にはこうして店の手伝い。その頃にはマコネが両親に代わって店の経営を引き継いでいた。これでよかったんだ。自分を納得させていた。淡い恋心に胸を締め付けられながら俺は二人の笑顔を見守っていた。けれど、 その半年後、帰宅中の事故で、すぐる兄さんが他界。幸せに包まれていた俺の周りは、突然絶望に色を変えた。仮想上で立ちすくむ、まこ姉の姿が痛々しくて、見ていられなかった。すぐる兄さんを亡くしたことで、大きな心の傷を負ったまこ姉を、何とか支えてあげたかった。 大学4年になり、就職活動をしながら、俺はできる限り、誠英の様子を見るために、食堂に顔を出していた。そこから店の手伝いをすることになり、今でもこうして続いている。店の存在がなかったら、誠英は悲しみを受け止めきれず、壊れてしまっていたかもしれない。そんな危うさに、俺の心もざわついていた。 俺がこの店の手伝いを始めてから2年。マコネもそろそろ新しい未来に向かって歩き出す覚悟ができたのだろうか。次の週末、昼営業の開店前準備にやってきた俺は、店の前に求人募集の張り紙がしてあることに気がついた。先週、売り言葉に買い言葉のような感じで、 俺が言ったことを気にしていたのだろうかそれとも本当に俺の仕事ぶりが気に食わなかったのだろうか不安な気持ちを抱えたまま俺は店に入った。おはよう、今日はいつもより早いね。店に入ると何食わぬ顔でマコネが話しかけてくる。俺は張り紙のせいで感情が高ぶっていた。 そんなに俺じゃ不満なのか怒り、悲しみ、虚しさ。どれも本当の気持ちで、どんなに頑張っても、こ姉に必要とされてない気がして、悔しかった。うつむいたまま、声を絞り出した俺に、こ姉は不思議そうな表情を見せる。どうしたのこ姉が、 本気で俺を傷つけるつもりでやっていないことなんてわかっている。けれどやっぱり、すぐる兄さんのように頼ってもらえないことが寂しかった。男として一人前になったつもりなのに、好きな相手にすら頼られないなんて情けなくて仕方がない。そのままの勢いで俺はまこねえに詰め寄った。 そんなに頼りがいがないか、俺じゃ役に立たないのかだんだんと追い詰めるように、俺ににじり寄られたマコネ。反射的に、店の中にどんどんと後ずさりしていく。最終的には、背中に壁がぶつかり、それ以上動けなくなってしまった。俺、頑張ってきたつもりだよ。確かに。 すぐる兄さんみたいに強くもないし賢くもない。だけどもう俺だって子供じゃないんだ。二人に守られていた頃のガキじゃない。好きな人一人を守れないような男じゃ、ダメなんだよ。壁に拳を強く押し付け自分の気持ちを吐き出した。言葉にしているうちに、 悔しさで涙がこぼれそうだった。何をするにも格好悪くて嫌になる。そんな俺の様子を目にしたマコネは静かに俺の頭を抱きしめた。限られた彼女の匂いは俺の高ぶった感情を落ち着かせてくれる。優れと比較したりなんてしないわ。あんたはあんたなんだから。 落ち着いた声でささやいてぎゅっと抱きしめてくれたぬくもりそれまで全身に力が入っていたのが嘘のように溶けていくいつまでも守られているのが嫌になっただけよ誰かに頼ってばかりじゃなくて自分の足で立たなくちゃ小さく笑うその表情からは彼女なりの決意がにじみ出ていた すぐるがなくなって、ショックも大きかったんだけど、何より、彼に守られていたんだって実感した。私が守らなきゃいけないものは、まだたくさんある。あんたのことは正直、もう子供扱いなんかしてないわよ。その大きな背中を見ていると、立派になったなって思うもの。あやすように、 俺の頭を撫でながら、こ姉は優しく囁ささく。やっぱり彼女は、子供の頃から何も変わらない。自分なりに、いろいろなことを考え込んで、すべてに真面目に向き合っている。俺のことを心配してくれての行動なのは、初めからわかっていたはずなのに。もっと俺を頼ってほしい。こ姉のためだったら、何だってできるから。 不意に顔を覗き込んだ俺と至近距離で視線があったのが恥ずかしくなったのか、こ姉はそっとうつむく。赤く染まった頬は確実に俺のことを男として意識していることを示している。大人の雰囲気が二人の間に漂う。今までこんなことはなかった。勢いに任せて、 俺がマコネのことを意識していることを口にしてからだろうか待ってここじゃ唇が迫る空気を察したのかマコネは俺の頬に手を添えて止めた濡れた瞳で俺を映していることをしっかりと確認してマコネの手をそっと握る最後の一線を 何とか止めようとしていた彼女の手を包み込んだ。拒むこともなく、そのまま握られているまこ姉に、本気の拒絶じゃないことを確信し、少し強引に唇を重ねた。観念したように、まぶたを閉じたまこ姉は、何度もキスを重ねるうちに、自分から腕を俺の首に回していく。 今まで我慢していた感情が次から次へと溢れていくようで止めることができない。思いのままにキスを交わして愛に浸る俺たち。まるで夢のようだ。お店、開けなきゃ。半ば理性を失っていた俺にマコネはそっと告げた。その言葉で 正気を取り戻した俺は、姉を話す。言葉とは裏腹に、名残惜しそうな表情をする彼女に、ときめきが胸をかきたてていく。なあ、求人なんてやめなよ。俺がずっといるから。店の準備にかかる姉に、俺はぼそりと呟いた。俺の言葉を聞いて、ふっと笑顔を見せながら、 マコネは静かに首を振る。それじゃダメ。私もあんたも忙しすぎて、二人でいる時間すら取れないじゃない。言いながら照れるマコネに、俺はすっかり踊らされているようだ。あどけない少女のような彼女の反応に翻弄されていく。それでも嬉しそうなその笑顔に、喜びを感じてしまう。 複雑に絡んでいた糸が、ゆっくりとほどけて、一本になって繋がったような感覚。糸の片端を掴んだ俺は、温かい気持ちで彼女を見つめるのだった。それから半年後、食堂は相変わらず活気のある人気店だ。誠、ま、英も何かが吹っ切れたかのように、いつも以上の、 そこなしに明るい笑顔を見せてくれている。俺は相変わらず会社員として働き、時々店を手伝ったりする日々を過ごしている。それでも一時期よりはこの店に来ることがなくなった。今、俺たちは幼馴染みの指定のような関係を超えて恋人同士として過ごしている。週末の休みに、 時々マコネは店を任せて俺との時間を作ってくれているのだ。新しい関係性に今でもあまり現実味がないけれど、長年思い続けていた気持ちをさらけ出すことができる日々が何より嬉しい。すぐる兄さんの代わりにはなれない。それでも俺は俺なりにマコネを幸せにするために頑張っていこうと思う。 食堂のレジの横には昔から飾ってある三人の幼い頃の写真。隣には笑顔のすぐる兄さんの写真が飾られて、俺たちのことを優しく見守ってくれているようだった。この町とこの食堂で俺たちは手を取り合いながら生きていく。いつか人生を全うしたその先で、また、 三人で笑い合えることを信じて。最後までご視聴いただきありがとうございます。今日の朗読はいかがでしたか物語の感想などコメントをいただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。こっそりと入り込んでくる、ぬくもりがあった。すみれ ごめんね、起こしちゃった。私とすみれが出会ったのは、私が高校生一年生の時。三つ年下のすみれは、当時中学一年生で、反抗期真っただ中だった。年頃の子供を連れた再婚を、親たちは悩んだようだが、 私は反対しなかった母親が亡くなってから女手一つで私を育ててくれた父親にはそろそろ自分の幸せを手に入れてほしいと思っていたからだしかし問題は再婚相手の娘のことだった複雑な年頃だったこともあり親の再婚には 反対していたそうだそのため踏み切るまでには少々時間がかかったようだが話がまとまり結婚の運びとなったのだしかし妹になるすみれが私を兄と認めてくれるとは思えなかったし認めてほしいとも思わなかった自分がもし彼女の立場だったら 急に現れた兄のことなど、到底受け入れられないと思ったからだ。私は大学に進学と同時に家を出るつもりだったから。三年間我慢すれば、妹とはほとんど関わることもなくなるはず。結局、実家で妹と過ごした三年間、大した会話は一度もしなかった。 スポーツ推薦で大学進学が決まり、暇を持て余していた2月、話があると母親に呼び出された私。母親の深刻そうな顔を見て、不安になった。母親と面と向かって話す機会すらあまりないので、緊張していたのかもしれない。理由を聞くと、どうやらスミレは、 高校進学で私と同じく県外に出るということだった偶然私の大学とすみれの高校が近いので一緒に住んでくれないかという相談だったのだ母親からの頼み事に私は戸惑いを隠せなかった同じ地域に進学したのはたまたまだったらしいのだがまさか 同居を頼まれるとは一人で知らない土地に住ませるのは不安だという母親の気持ちも当然わかっているでも大事な娘を俺に任せるなんて母親とはこの三年間でとても仲良くなっていたし彼女は私を信頼していたのだと思う私でいいのかと不安だったのだが どうしてもと頭を下げる母親。互い再婚同士だったため、私を大学に入れるお金だけで、いっぱいいっぱいだったと思う。私を大学に入れてくれた彼らの苦労も理解していたので、頼みを冷たく、突き放すことはできなかったのだ。ただ聞いておかないといけないのは、すみれの気持ちだ。 母親によるとどうやら彼女は反対していないようだがそれはそれで疑問は募る一方だった今まで私に懐くこともなかった妹がどうして同居を承諾したのだろう本人がいいと言っているのならいいのか私は困惑しながらも母親の頼みを受け入れることにしたそれから二ヶ月 私は高校を卒業し、すみれとの同居生活が始まった。やっぱりこれからの生活、先が思いやられる。しかし、引っ越しをしたその翌日から、どういうわけか、彼女の態度はひょ変した。お兄ちゃんおはよう。朝ごはん作ったよ。ほっ。今まで、お兄ちゃんと呼ばれたことなど、一度もなかったから。 うまく反応できなかった。どうしたの早く食べないと学校遅刻するよ。あ、ああ。一緒の食卓に座ることすらあまりなかったし、どういう会話をしていいものか全くわからない。どう美味しい美味しいよ。よかった。だがそういう会話をしていると、兄弟らしく思えて、 少しだけ嬉しかった彼女が急に態度を変えた理由だけはさっぱりわからないままだったけどそんな生活も一ヶ月ほど経った頃母親から電話がかかってきたすみれの両親はまだ彼女が物心ついていない時に離婚していたので母親は女で一つで育てた彼女のことを心配していたのだと思う すみれと仲良くやっているかと、尋ねる母に、心配はないと伝えると、彼女も安心していた。兄弟仲がいいに越したことはないと思っていたので、彼女が歩み寄ってくれたことは、嬉しいという気持ちの方が強かった。しかし、そんな平和な日常は、三ヶ月目を過ぎた頃から、徐々に崩れ始めた。 すみれの行動がだんだん大胆になっていったのだ私の部屋に入り込んできては長時間居座ることも増えた私が大学から帰るとまた私の部屋のベッドでゴロゴロと漫画を読んでいたすみれ「おいすみれお前また俺の部屋で」いいじゃない別に邪魔はしないからさ自由奔放な彼女の性格に 振り回されることは、日常茶飯事になっていた。すみれ、俺ちょっと昼寝したいんだけど。そう言っても彼女はニコッと笑って。どうぞ。と答え、ベッドに寝転がったまま、少しだけ端に裂けた。はあ自分の部屋に戻れよ。戸惑いを隠せない俺に、彼女はいたずらっぽい笑顔のまま。 そこを動こうとはしないのだ。え別にいいじゃない。私のことは気にしないで。困っている私を見て、楽しんでいるようにすら思えた。気にしないでって言われても。いや。すみれは心なしか、寂しそうな顔をする。いやっていうか、その表情を見て、返事に困ってしまった。 なんてね。冗談よ。部屋に戻るわね。すぐに明るい表情に戻った彼女は、起き上がり自分の部屋に戻ってしまった。今の関係が兄弟として、一番いい形のように思える。仲のいい兄弟でいるためには、彼女のことを下手に意識しない方がいいのかもしれない。大学が夏休みになると、 私はアルバイトを始すみれと一緒にいる時間が長くなると変に意識してしまいそうだったからしかしすみれはどこからかそれを嗅ぎつけたようで私の部屋にやってきて質問攻めをしてくるお兄ちゃんアルバイトするのどこでなんだよニヤニヤしているすみれを見ていたら嫌な予感しかしなかった。 私も同じところでアルバイトしようかな。やっぱりそう来ると思った。私は心の中で小さくため息をついていた。嫌ではないのだが、彼女の意図が読めない以上、複雑な気持ちは変わらない。次の日にはすみれはアルバイトの面接を受けたらしい。そしてすぐに合格の連絡を受け取っていた。 数年すみれを見ていて思うのだが、多分彼女はものすごく夜当たり上手だと思う。きっと今回も面接官に受けが良かったのだろう。これなら将来、就職なんかも安心だな、と、密かにそう思っていた。バイト先での彼女は、より一層輝いているように思えた。ノリのいい彼女には、居酒屋のバイトは小に合っているようだった。 最初同じアルバイト先は気まずいと思ったのだが本人も楽しそうだったしまあいいかと思えるようになったアルバイトを始めてから3ヶ月ほど経った時スミレは私の部屋に来てこんなことを言ってきたあのさお兄ちゃんちょっと相談があるんだけどいつもの明るい怖い色ではなかったので不安になるどうしたんだよ 実はバイト先の先輩に告白されて返事に困ってるの。そう告げる彼女は私と目を合わせようとはしなかった。どうして俺に相談するんだよお前の気持ち次第だろすると彼女は何か言いたそうに口ごもった。どうしたそっか。そうだよね。 意味深な彼女の答えに戸惑ったのは私が自分の気持ちに気がついてしまったからだスミレを他の奴に任せることなんてできないそういう気持ちが大きくなっていったそれは兄としての心配ではない考えているだけで一向に言葉にできない思いがもどかしいちょっと一人で考えるね そうしている間にも、すみれは、私の部屋に戻ってしまった。すみれは一体私に、どんな返答を求めていたのだろう。でもあの表情を私が、読み間違えていなければ、私の心臓の鼓動は、次第に早くなっていった。再び私の部屋に来た、お風呂上がりのすみれ。いろいろ考えていたら疲れちゃって、 一回お風呂に入ってリフレッシュしてきたわそっと触れずにいることが得策かもしれないでも私はどうしても確かめたかったのだすみれさっき俺に相談してくれた理由ってすみれはすぐに顔を背けて頬をあがらめたただお兄ちゃんからの意見が聞きたかっただけだと思う スミレが本音を言っていないのはすぐに分かった。たかが数年一緒に暮らしただけの私たち。でもいつの間にか彼女の行動の意味もなんとなく理解できるまでになっていたようだ。距離は多少あったものの確実に家族になっていた証拠だ。変な相談してごめんね。じゃあおやすみ。スミレ… すみれは私が気持ちを伝える前にさっさと部屋から出てしまった情けないな何も言い出せなかった自分を悔やんだそれを振り払うかのように私は布団に潜り込み眠りについたのだしかしその日の夜私の布団の中にこっそりと入り込んでくるぬくもりがあったすみれ ごめんね。起こしちゃったお前、何してんだよ。私は彼女の行動に驚いて、声が上ずってしまった。彼女と距離を置こうにも、私の隣は壁。スミレはお構いなしに、布団に入り込んでくるものだから、追い込まれる形になってしまったのだ。ちょ、ちょっと、スミレ 近くで見る彼女は想像以上に色気があった。いつの間にか大人になっていたスミレを私は一人の女性として見ていたのだ。そしてその時にしっかりと認識した。スミレのこと好きだな。そう気づいてしまってから彼女から目が離せなくなってしまった。急に真剣な目つきで見つめられて すみれは少しばかり戸惑っているようだった。どうしたの自分から大胆な行動をしておきながら、いざ私がその気になったら、動きを止めてしまうあたり、積極的になりきれないその行動も全てが愛おしく思う。私がすみれを抱き寄せると、彼女の体がこわばる。きっと私の行動が予想外だったのだと思う。 お前、わかってないかもしれないけど、俺も男だぞ。俺たちは兄弟だけど、他人同士。その意味、わかるよな。いつもと違う私の態度に、すみれは目を泳がせていた。本当は、期待していたんだろう。で、でも、お兄ちゃんがここまで積極的だとは思わなくて。 私がいつも素っ気ない態度だったから、彼女は積極的にならざるを得なかったのだ。逆を言えば何もしてこないからと安心しきっていたのもまた事実なのだと思う。俺さ、すみれに相談を受けて、やっと自分の気持ちに気づいたんだよ。えさっき、先輩に告白されたって言っただろう。その時、 お前のことを取られたくないって直感的にそう思ったんだ私の告白に彼女は顔をあからめた私お兄ちゃんのことそこまで言って彼女はふーっとため息をついたお兄ちゃんの気持ちがわかるまで告白できないなんて自分が情けなくなっちゃう 少し照れ笑いをしながら、そう言う彼女。好きだよ。ちょっと私から言おうと思ったのに。私は彼女の頭を撫でて笑った。ごめんごめん。そんなやりとりは、恋人らしくてなんだか嬉しい。叶うはずはないと、密かに閉じ込めていた感情が、溢れ出すのと同時に、私は彼女を抱きしめていた。 そしてお互いの気持ちを確かめ合った時それは確かに愛情へと変わっていった私たちは付き合うことになったが両親に報告するのは少しばかり抵抗もあった私たちのことを信用していたから同居を勧めた両親彼らのことを裏切ってしまったかのような罪悪感もあったからだしかしいつまでも 黙っておくわけにはいかない。私たちは年末の帰省の際に意を決して彼らに交際を伝えたのだが彼らの反応は予想外のものだった。父親と母親は私たちの関係を案外あっさりと認めてくれたのだ。想像以上にすんなり受け入れられたことに拍子抜けしてしまった私。これまで 言うのを戸惑っていたあの時間は何だったのか意外だったよな私は帰りの新幹線の中でスミレにそう話しかけたそうお母さんは私の気持ちを前から知っていたから驚かなかったんじゃない気持ちを知ってたってお前いつから俺のことあんまり色々言わせないでよね私が同居を承諾するなんて 疑問だと思わなかったつまり、そういうことよ。反抗期真っただ中だった彼女にとって、私の第一印象は良くはなかったはず。それなのに一体どうして、彼女は私のことを好きになってくれたというのだろう。疑問に思ったが、聞き出す勇気もない。しばらく黙っていると。私を叱ってくれたとき、 ああ私はその答えを聞いて、なんとなく思い出したのだ。彼女はふらふらと夜遅くに外を出歩いては、親に心配をかけるものだから、一度だけきつく言ったことがある。それが彼女にとっては刺激的だったのだという。自分を大事にしろって言ってくれたから。たかが反抗期と馬鹿にする人もいるだろう。 でも本人たちは悩みを抱えてながらも必死に生きているのだ。それに一人っ子だったスミレにとって理解者が現れたのは大きかったのだと思う。私はスミレの頭を撫でた。よしよし。ちょっと子供扱いしないでよ。ごめんな。可愛くてつい。私は私の本音に。 彼女は顔を赤くしているそのすべてが私にとっては大事な宝物だ私たちは一緒のベッドで抱きしめ合って眠りについた最後までご視聴いただきありがとうございます今日の朗読はいかがでしたか物語の感想などコメントをいただけると嬉しいですぜひ。 チャンネル登録もよろしくお願いします。